はい、おはようございます。アイマバススタッフの小木です。今日はまた霞ヶ浦に来てます。で、まあ今日は絶好の釣り日和っていうか猛暑になる予定です。で、まあ今日はね、今もう新発売してますこのシャロークランクスクエアビルでちょっと魚を釣っていきたいと思います。またこれからね、釣りしながらおいおいこの、スクエアビルの特徴と使い方を説明しますので、ぜひ皆さん見てください。じゃあ行きます。で、まあここのね、今クイ狙ってるんですけど、まあ囲み食いなんですけど、この中にね結構ね、尾だ、まあ枝が沈んでるんで、まあ、そういうところをね当てながらこう今釣ってるんですけどね。もうね今ねここ通すところなんですけど、めちゃくちゃ枝が沈んでますね。ここ、このルアーねやっぱりカバークランキングということでね、全然目がからないんで、どん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 あって、でリアクション気味にまあバスを釣るっていう今やってます。でね、ちょっとねこう当たったらね浮かすのも手ですね。当たって浮かして、まあストップアンドゴー。いましたね、やっぱりね、いましたね。まあがっつりですね、フック2本かかってるけど、やばいな、1本掛けになっちゃったな。やっぱりね、あぶね、はい、まあちょっとフック1本がかりでだけど、がっつりがっつりですね。よいしょ、はい、ちょっと小ぶりでちょっとちっちゃいですけどね、まあね、やっぱりこう杭にね、ボックイにね当ててフラを打った瞬間グッて重たくなるバイトです。まあね、こういう風で、まあ、当てて、まあ、釣ってもらいたいですね。カバークランキングの特徴、まあ当ててフラ打ちさせて釣る、まあこういう風に釣っていただければ多分皆さんも釣ることができると思います。ちょっとねいい綺麗なバスなんですけど、もうちょっとね大きい個体をねみんなに見せたいと思います。今日、はい、まあ今釣りましたが、まあどうやって釣ったかっていうのは、まあこういうボックイがあって、ここの囲みボックイの中に尾だ、まあ枝ですね、枝がね沈んでるんですけど、まあそれに当てながら今引いてきたんですよ。まあ、ちょっと当てて、まあ、リアクション的に食わすって感じで、で釣りました。でね、やっぱりねこういうとこはねやっぱり根がかるのがちょっと怖いって思う方がいると思うんですけど、実際ね本当にねスクエアビルはねカバークランキングっていうぐらいなんで、どん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 、まあ、ぶつけてやってほしいです。でね、ぶつけるのにもね、まあ、ガン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 ぶつけるとやっぱりね寝がかってしまう場合が多々あるんですけど、まあ怖がらずにね、まあある程度、まあ、普通のスピードで巻いていただければ全然寝がかることはないので、まあ恐れずに皆さん攻めてください。よっしゃ、あ豆やん豆豆、はい、豆です。まちっちゃいっす、こんなもん釣れちゃいますよ。じゃあ逃がします。お母さん連れてきてよ、あんた。よいしょ、
なかなかバイトないな、本当に苦しいな。よっしゃ、来た、やっと来たよ。あー、ちっちゃいな。あー、ちっちゃい。このサイズがいるっていうことは溜まってるな。よいしょ。よいしょ。本当にちっちゃいですね。いや、なんかお腹パンパンです。もうちょっと狙いたいね。よいしょ。まあちょっと今釣れたのがね、ここ岸からゴロタが結構入って、まあ岸から何メーターだろう、1メーターぐらいしっかりしたゴロタが入ってて、その後ポロ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 とずっと入ってるんですよ。でまあね、そのゴロタ水深が約ここで多分 1.5 ぐらいだと思うんですよ。でまあ、ゴロタのトップに当てながらこう巻いてくる、それだけ、もう誰でもできることですね。でまあね、トップに当てた瞬間にね、平を打たせて、まあ、バイトに持ち込むって僕はそうやってやってまして、でまあ今さっき釣ったのはちっちゃかったんですけど、まあちょっとでかい個体とかね入れれば多分口も使ってくれるし、リアクション気味でね反応してくれると思いますんでね、まあその見えるカバーだけじゃなく、こういう水中にあるゴロタ、リプラップ等もこういうふうに使えるんで、まあ根がかりも少ないんで、本当にまあ皆さんぜひね、グリ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 巻いても問題ないので、やっぱりね根がかると釣りのリズムとかやっぱ狂いますからね。特に夏場なんてこんな暑い時に根がかかるともうイラ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 しちゃうんで、まあ、釣りは楽しくやって釣れれば、ね、もっと楽しいみたいな。まあちょっともうあのサイズが来るっていうことはちょっとポイントを外してるような気もしますけど、ちょっとカラーローテーションですね。今度はフロードでより平打ちを大きくさせる。まあここもフラットがある部分なんで、しかも結構落ちてるんですよね、なんだかんだ鉄パイプとか、まあ見えますけどね、石とか結構落ちてるんで、バスにとってはすごくいい場所なんですけどね、複合ポイントで。よっしゃ、来た。あれ？これもしかしてナマズ？あ、バスや。あー、外れちゃった。邪魔ボックスみたいなせっかく食ったのに2連発や。あ、これはいいサイズじゃん。これ A よ多分。うわー、よ、引くわ。手が何これ、何これ、やっちもうたー何これ、あー来たー、いや暴れそう、またイエーイ。でお、結構いい、いいっすね、でかい、スクエアビルできました。いててて、ちょっと待ってくださいね。
よし、イエーイ。まあ夕方なんで、まあフィーディングで上がってくるシャローフラットに、まあストラクチャーが絡んだとこ、まあ今回は鉄杭だったんですけど、まあ鉄杭にスクエアビルを当てながら、まあカバークランキングなんで当てて、当たった瞬間、平を打った瞬間、グッて重たくなりました。やった、最高。